皆さんおはようございます。2018年の9月の3日ですね。9月の3日13時です。1時だ。よろしくお願いします。あのんちゃん、なんか映画のさチケットもらったよ。なんかね、先制君主っていう、なんか三原キングさんがこれ、はい、なんか2人分、なんかこれもしよかったらのんちゃんと見に行ってくださいって。おい、グッタイミング。エレンはどつよいしょ。アイテムありがとうね、いつも。みのみさんはどつ見に行く今度、うん、持っててよいしょ。おー、ゆきさんアイテムありがとう、ハートありがとう、はどつ。ちょっと今日はラジオ配信ですね。どうも。まあまったりやりましょう。よっしゃー、頑張るぞ今日も。調子はどうだいみんな。今日はふわっちのみでの配信ですね。音声問題ないですか？問題なっすん？音声大丈夫？のんちゃん寝てくのじゃあ、うん、ナッシングありがとう。問題ナッシングが、バッテリー OK、 バッテリー OK で、オッケー、ありがとう。まあ、わちゃわちゃやりましょう。行ってく、俺行くよ、のんちゃん。じゃあ寝てくの？うん、まだ眠いか。あ、アルイスいらっしゃい。どうしよう、カメラ持ってこうかな。どう思う？うん、カメラ置いてくか。じゃあ行ってくるわ。行ってきます。はい、雨降ってんのか、最悪だな。よいしょ。さて、湿気がすげえな、雨上がりが。郵便物届いてる。行ってきます。よいしょ。あ、散歩しようかな、じゃあ。あ、どうしよう。
クシーで移動しようかな。タクシーで移動しようかな。やめよう、節約だな、金ねえし。1日の稼ぎ2000円だからね。タクシーで移動したらそれで終わっちゃう。貧乏。曇りですね、今日は。これさ、思うんだけどさ、なんでさ、こんなに画質よりなんだろうね。こんな綺麗なブルーだった。現像した。要は、色合い調整しましたね。完成品はこっち。完成品はこっちですね。アイテムありがとう、ベリーグー。どこ行くの？中野ブロードウェイ行こうかなとか思ってんだよね。中野？中野ブロードウェイ。かっこいい、ありがとう。これね、花火3発くれたらプレゼントしてるから。写真センスあるでしょ、結構。どうしよっかな。新宿から中野って結構歩いたら距離あるかな。中野ってどうだったっけ、何分ぐらいで行けたっけ。おはよう。歩いて行ける距離だったら歩いて行っちゃってもいいな、散歩がてらな。でも中野ブロードウェイ結構広いかんな、歩くかんな。バスか。バスもいいね。バスって通ってるっけ。最近バス使ってないね。1時間かからないぐらいか。結構遠いな。どうしよう。検索したら徒歩50分。山手通りが、ここが山手通りかな。今中野坂上にいるんだけど、東中野まで歩いて、東中野から JR だっけな。東中野って JR だっけ。東中野からなんか出てる気がしたな。反対側でバスある。今中野坂上に向かってる。バスもいいよね。中野坂上からバスで行くか。反対側、あれか、もしかしてあれかな。バス見てみようか。東中野から徒歩21分。今日中野行くよ。ブロードウェイでなんかプラプラ買い物しようかなと思って。
なんで？ブロードウェイ行こうと思ってるけど。徒歩21分か。どうしようかな。今中野坂上なんだよね。3階の機材屋で照明屋とか物色したら楽しい。ねえ、あるよね、機材屋ね。ブロードウェイ歩いてると声かけられるんだよね。リスナーさんになんかフィギュアショップとかで、おーとか言われるんだよね。おーとか言われるんだよね。和道さんですよね、つって。そうだよ、つって。和道だよ。世界の和道だよ。そろそろ俺もあれだよね、変装しないとダメだよ、ね、芸能人と一緒で変装しないと、深い帽子かぶらないと。船泉やリアドチャンス、いや結構声かけられるよ、プラプラしてると駅とかで。今自分も見えました。今自分も見えましたってどういうこと？あ、この辺に住んでんの、うん、ドンファンさんが俺のこと見たってこと？今ナウなの？ナウでドンファンさんどこだ、どっから監視してるんだ。近所に5、6人住んでるからね。いや東京のね、人口密集度考えるとすごいよ。やっぱなんかずっとヘビーリスナーだった人が同じところに住んでたこともあったかんね。やばいよね。狭い世界だ。 It's a small world だ。ローソン、ローソン、ローソンにいんの？ローソンにいんの？ローソンにいんの？本当に後ろにあるローソン、そこのローソンにいんの今ドンファンさん。本当にスターに気軽に声かけません。じゃあ別に声かけてもいいけど、スーパースターだから。誰がドンファンさんなんだろう。さてどうしようかな。でも時々ワダーとか叫ばれるよ。おいワダーとか言っちゃう。柄悪い人とかもいるから。どうしよう。青梅街道にぶつかったからどうしようかな。配信しながら行きたいよね。地下鉄乗ると配信切れちゃうから。歩いて中野に行くにはどうしたらいいんだ。東中野行こうか。歩いて、歩いて東中野行こう。天気悪いな少し。
腹減ったな。運命を延々と歩いて新中野とかで右折。おー、リリベットいらっしゃい。なんかね、俺も昨日ペットショップっていうかスーパー、ショッピングモール行ったんだけど、文鳥、大人の文鳥全く言うこと聞かないし、かわいそうだった。爪がもう伸びきっててさ、爪が巻き爪になってて、あれダメだな。やっぱ大人になった文鳥は懐かないわ。あれじゃ無理。もうカゴの中でずっと放置されてるから、人を見ても反応しないし、爪も伸びきってかわいそうだった。あれ多分飛ばせてないと思うんだよね。あれ飛べなくなってると思うよ。やっぱひなから買うのがいいよ。あとありがとう。いやー、もう最悪だったよ。のんちゃんと一緒にね、あー黒いペコがいるっつって、こんにちはってのんちゃん言ってもね、ずっと誰も寝てるだけだった。あれかわいそうだな、文鳥。やっぱね、ペットショップによってね、店員さんが愛情を持って育ててるところと、あともう放置してるところと分かれる。店員さんがちゃんと手のせたりとか挿絵とかやってるかどうかで全然変わるよ。あれはもうなんか、しかも値段もなんかべらぼうに6600円とかで売ってたし、めちゃくちゃだよあれ。まあでもね、ショッピングモールの中だと話したりできないか。話したら飛んでっちゃうもんね、店内。昨日さ、餃子の王将を食べたよ。大阪王将ってやつ。いや、愛情がないのはね、すぐわかる。ペット見たら、飼い主の人格がペットにすぐ現れるよ。しつけちゃんとやってるかとか、犬とかだったらなんか人懐っこさで可愛がってるかどうかとかすぐわかる。雨降ってきたよ。雨だよ。雨。うわ、雨ひどいな、最悪だな。雨降ってきたよ。うわー最悪。雨はやだな。あー最悪だ。
おーパフェありがとう。40分ウォークです。和戸散歩の配信聞きながら出かけます。傘持って濡れちゃうよ。40分ウォーキングいいね。結構歩くな。ありがとうね、パフェ。リリベッツさん、ありがとう。やっぱね、ペットには愛情を持ってほしいよね。雨ひどいな。この神社かっこいいな。これはいい運動だな。東中野って JR 駅だっけ？丸の内だ。あ、丸の内線か。ありがとう、ありがとう。じゃあこれ丸の内で行っちゃった方がいいね。うわ、でっけえ。何あれ、こんなでっかい蜂。ミツバチがこんなでかかったんだけど、ありえる？何今の。ミツバチの見た目でこんな大きさだった。え、ミツバチって女王ミツバチとかいたっけ？すげえでけえ。びっくりだわ。
げえ。びっくりするよな。蜂の量もすごいんだ。被害に遭った人も多い。気をつけたよ。了解。都営大江戸線か JR 線で行ける。あー、うん、え、中野に行きたいんだよ。え、丸の内で行けたっけ。マジか。俺ね、刺されたこと多分1回しかないのかな。1回もなかったっけな。なんだっけ、2回目からアナフィラキシーショックだっけ。東中野 JR だよね。そうだよね。え、何、合ってるよね。合ってるよね。大江戸線も通ってんのか。東、そうだよ、東中の大江戸線で行っていつもそのまま JR に乗り換えてるから総武線だよ。だよね、総武線だよね。隣だ。そうだよね、2回目からがやばいんだよね、アナフィラキシーショック。結構それ死ぬんだよね。やだよな。蚊とか蜂に刺されて死ぬってやだよね。いや、まあ数人とかそういうレベルだよ。なんかね、あの統計学、人間が 何が人間を殺してるのかっていう統計学見ると面白いよ。なんか飛行機が墜落する確率とか自転車で轢かれる確率とかいろんなものがあるの。そう、データで見ると面白くて、例えばみんなさ、バイクって危ないってさ大人が言うじゃん。バイクは事故るとかさ言うけど、実はね、死亡事故が一番多いの自転車なんだよ。車とか飛行機とか電車とかじゃないの。だからバイクに乗るのも結構危ないんだけど、あの自転車に乗るのが一番危ない、確率的に言うとね。いや、面白いよ。でそれにね、蜂とか蚊とかに殺されてるデータとか全部出て、なんか殺される確率っていうか死ぬ確率みたいなデータが面白かった。すげえ、いろんな死に方が確率で載ってんので、飛行機っていうのはパーツパーミリオンっていうその確率なんだけど、もうなんかなんて言うんだろう、だから隕石で落下して死亡例とかもあんのよ。それはもう超激レア。なんか宝くじ当たるどころじゃないんだよね。宝くじ1億当たるとかよりも厳しい確率なの、飛行機が落ちる確率って。え、刺されたらすぐ洗うの？洗うんだ。洗って大丈夫なのかね。とにかくね、身近なもので言ったら自転車が一番危ない。落雷とかもある、あるある。意外だったのがやっぱ自転車だったかな。そのデータ見た時にマジかよってびっくりしたのが、俺はあれだった、あのそれだったね。蜂に刺されたら洗うんだ患部を。泡吹いて倒れるのかね、蜂に刺されたら。ジンマシンとかどうやって死ぬのか分かんないよね。チクって刺された瞬間になんかブクブクブクって泡吹くのかな。
間違えたな。1000円だ。あれどうやってやんだ。チャージ1000円。なんかさ、伊勢丹とかで売ってるさ、高級の瓶のドリンクとかあるな。で、チアシードっていうのが流行っててさ、あの300円ぐらいで売ってたんだよ。今ダイソーで100円で売ってるのがちょっと悲しくなった。だからたまにさ、そういう高級ジュースとか飲んでみたくなるじゃん。300円どんな味するんだろうって飲んでたのが100円で売られてるの見て悲しくなった。売れなかったんだろう。おかしいよね、300円のものが100円で売られるって。200円何だったんだよって思うよ。200円のこの差は何だったんだって。レッドブルがすげえうまくやった印象なんだよ、レッドブル商法。エナジードリンク3倍で売るって、カエルの卵みたいなやつ。そうそうそう、シアシード一時期流行ったよ。ただ定番化はしなかったけど、あれ今ダイソーで売ってる。王林うまいよな。王林果汁 100% だって。これ飲もうかな。あれ今100円で買えるんだよ。そうそう、瓶のやつね、知ってる人いるんだ、嬉しいな。このトークについていける人がいるっていうのが嬉しい。王林の、あ、やべ、1000円がねえじゃん、最悪。うわ、マジかよ、ジュース飲めねえじゃん。は、マジかよ。うわ、最悪。あ、最悪。100、なんか1万円しか持ってないからジュース買えねえ。あ、パスモで買えばいいのか。パスモで買おう。うわ、便利。パスモでジュース買えたよ。へえ、初めて買った。王林果汁 100% 飲んでみよう。あのチアシード別にうまくない、流行っただけ。王林、これ子供の頃よくこのリンゴ食べたよな。青森のリンゴだ。あ、これうまい。お嬢族さんいらっしゃい。すげえうまいよ。映像だけ切るね。まあ、一駅だからすぐだから待ってて。
中野に着いた瞬間、なんかサブカルっぽくなるな、やっぱり。サブカル女子が急に増える。ファッションが変わる。中野いいね。なんかちょっと芋っぽくなるんだよね。中野いいわ。タバコ吸うか。中野にさ、銀行ってあるかな？いっか。銀行は明日行こう。中野に到着しました。サブカルのメッカ中野。あれ、水道橋博士って中野で店やってなかったっけ？あれ、水道橋博士の店って中野じゃなかったっけ？近かったっけな。違かったっけ？水道橋博士の店って中野じゃなかったっけ？高円寺か。あ、高円寺か。中野じゃねえか。あれ、どっちだったっけ？中野だったら行ってみようかな。
カメラのさ、広角レンズっていくらぐらいで売ってるか誰かわかる？なんか100均の広角レンズ使ってるんだけど、傷が多すぎてフレアが出ちゃうから今つけてないの、広角レンズ。中野で買おうかな、広角。じゃあ行きますか、ブロードウェイ。サンプラザ中野。サンプラザ中野一回も行ったことないんだよな。これって何なんだろう。ホール？コンサート会場みたいな感じ？あのさ、俺いつも気になるんだけど、あそこのビル異常なんだよ。あの黒いビルあるでしょ、入り口がないの。あれ一体何なんだろうね。ドコモって書いてあるんだけど、俺ね、これね、あの悪いやつのアジトだと思ってんだよね。みんなもそう思わない？あれビルの入り口がないんだよ。だからね、多分ね、ここね、あれだよ、悪いやつがね、悪の総帥みたいなね、俺秘密結社の本社だと思ってるから、あれ前から謎なんだよね。ドコモって書いてあるけど、あれ嘘だよ。入り口がないビルが、ヘリコプターでしか入れない。熱っ。コメント止まったな。本当うちのリスナーあれだよね、コメント書かないよね。謎。
なんかさ、エヴァンゲリオンのセル画が売ってるんだよ。あれ本物かな。エヴァンゲリオンのセル画が売ってるんだけど本物だと思う。なんかね、どうしても欲しいんだよね。もののけ姫も売ってたよ。あれ本物なのかな。流出すると思う、エヴァともののけ姫。ありえないと思うんだよな。どうなんだろう。なんか結構30万とか結構な値段するんだよ。エヴァンゲリオンは1枚手に入れたいけど、本物じゃなかったら意味ないかんね。誰かセルガに詳しい人とかいない？なんか面白い店ねえかな。え、これ見えてんの？みんな。あって書いてあって。100人見ててコメントが止まってるから、電波障害なのか分かんないから。見えてる人あって書いて。嘘？じゃあ本当なのかな。売ってるんだよね、30万ぐらいで。もののけ姫のしかも最後のシーンかな。結構ね、重要なシーンがねあったんだよ。見えてる？あ、流出したんだ。じゃああれだね、アニメーターかなんかが給料安くて売っ払ったんだろうな、多分。1枚売ってるんだよ。30万だったかな。まあそれは嘆くよな。よくないよね。いや、エヴァンゲリオンもね、テレビシリーズ実はね